カイジ君説明できる？説明、はい。ではこれから、はい、カイジさんが説明してくれます。皆さんこんにちは。こんにちは。この度こういうふうにセットアップをしてみたんですけど、まず目的はシステムの簡易化、シンプルにするということ、そして、安定性を向上させるということで、もう一つの目的が礼拝自体のクオリティを上げるということで、今回セットアップを変えてみたんですけど、まずこちらがミキサー、もともと前にあったものなんですけど、こちらに持ってきて、オペレーターが一気に全部を操作できるようにということで、こちらに持ってきています。でこちらが ATEM MINI といいまして、映像を切り替える機械です。ビデオスイッチャー、ビデオスイッチャー、スイッチングボード、はい、です。で、これが最終的に全部の映像と音声の系統がこちらに行くんですけど、これをボタン一つ押すだけで YouTube に生配信がスタートするという優れものです。あの LAN ケーブルで出してますね。はい。はい、この ATEM MINI から HDMI で出してここに入ってると。はい。はい。じゃあ。実際の映像の入力は、音声はここから入力、はい、で映像は、こちらの、はい、ビデオカメラ、はい、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K ですね、はい、が HDMI で、 HDMI からスイッチャーに入って、はい、で、はい、ここで切り替えれるんですけど、切り替えてもらっていいですか、はい、切り替えると、こんな感じで映ってます。あ、来ますね。はい。いいですね。戻します。これじゃあピンピンにするといけますかね。ここできる。多分いけますね。はい。あ、来てますかね。はい、来てます。来てます。はい。これは。これは、賛美歌の歌詞なんですけど、ここで操作をしたものが実際にこういう風に映っている感じです。パワーポイントが、はい、入ってますね。はい。思ったよりシンプルでしたね。そうですね。意外とまとまって。はい。全ての電源はこの。こいつで、ね、はいはい、入れると入るということですね、はい、今後の課題は、今後の課題はまずは、この辺にコードがこうバーってあったりとか、ああそうですね、はい、見栄えの問題と、あとはつまずいてしまうかもしれないっていう問題なので、コード関係、あとは音声の調整が若干難しいので、その辺は経験を積んでいって改良しながらっていう感じです。オルガンの音がやっぱりね。そうです。あのこれパソコンはないんですけど、なくても、はい、大丈夫。パソコン一切なしで。なしでやると。はい。あのエラーが起きにくいですね。シンプルに。でもあの実際こうこのここでカメラ見えるんですけど、はい、最終的に映っているもののモニタリングは、YouTube で生配信したやつをここに今表示してます、はい、ちょっと時間差があるけど出るってこと、5秒くらい時間差ありますけど、はい、それでチェックしてます。で音声のモニタリングは、音声のモニタリングは、最終的にここから生配信するんですけど、ここに音声がつながってるんで、生のタイムラグなしの音声をここから聞きます。で音量の調整は、は街道のスピーカーの音声はここで調整します。でそれを配信用の時に切り替える音、うん、配信の時の音声調整はこの辺りの音量調整だったりというのがあります。はい、もういきなり振られてよく頑張りました。バッチリです。ありがとうございます。はい、皆さん明日ぜひお会いしましょう。お会いしましょう。じゃあピッ、ここでどうしよう、はい、ピッ。